はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。コーヒーだけ飲んで全く働かないプロニート、ジャック・アトラスです。本日なんですが、最強スキル、これまたぶっ壊れスキルですね。デモンズ・レゾナンスっていうスキルがこれ実装になりまして、このスキルですね、マジで強いですね。めちゃくちゃ強いです。レッドデーモンズ・ドラゴンなんか30回くらい召喚するとあのもらえるスキルなんですけど、ジャックで、デモンズ・レゾナンス、手札のリゾネーターモンスター1体を相手に見せると、手札1枚をデッキに戻してデッキからレベル4以下の悪魔族モンスター1体を手札に加えると、これレベル4以下の魔法使いだったら何でも手札に加わるんですよ。何でもいいんですよ。だからこれね、なんとね、クリボールサーチできます、このスキル。強すぎない？強すぎるんだけど。クリボールサーチ、あ、まあ、あと悪魔族レベル4以下だと何でもいいんで、例えばスカルマイスターとか、これ手札誘発のモンスターですね。墓地のカード止める効果ですね。これ結構強いんですけど、これとか、まあ、もちろんね、あの展開に使うワイルドワインドなんかも、手札に加えられると。これめっちゃ強いよ。あのね、リゾネーターさえいればいいんで、あの手札に、かなり安定するかな。で、リゾネーターがないパターンがね、あるんですよ。で、新パックでなんかコールリゾネーターっていうのが来るらしいんで、もう早くさっさよこせやって思ってるんですけど、この、今回は新パック来てない段階で、デモンズ・レゾナンスっていう、この、スキルがどんぐらい強いかっていうのを証明していきたい。新パック来たらもっとぶっ壊れっから、このスキルマジで早くゲットした方がいいと思います。はい。で、このスキルは、リゾネーターカードか、悪魔族モンスターが 10枚以上。存在するデッキとドラゴン族シンクロモンスターのみのエクストラデッキを設定しないと使えませんよっていう効果なんで、まあ、ちなみにデュエル中に2度使用できるよっていう効果なんだけど、これでね、まあ要はシンクロモンスターを立てて戦っていこうかっていう、そういうデッキですね。で、基本的にはまあドラゴン族シンクロモンスターだったら何でもいいんだけど、まあやっぱドラゴン族シンクロモンスターでジャックといえば、まあ、しかもリゾネーターだし、まあレッドライジングドラゴンと、まあ、レモンかなと、それかベリアルかなといったところで、他にもね、ドラゴン族シンクロモンスターでレベル6か、まあ、レベル8だったら出せるんですよ。レベル8かレベル10かだったら。なので、コーラルドラゴンと、これ、ダークエンド入れてます。ダークエンド強いですね。結構ね、レッドデモンズドラゴン出すよりもね、ダークエンド出す方が多いかなっていう環境的にはね、そんな感じです。でね、悪魔族サーチできるっていう話したんで、さっきね。なんで、悪魔族モンスターで強いモンスターを入れて展開するんだったらワイルドワインド。で、もうすでにワイルドワインドとかウィッチがあるんだったら、クリボールとかスカルマイスターをサーチするという感じですね。で、レッドリゾネーターが、手札からレベル4以下のモンスターを特殊召喚できるんで、これで、まあ、ウィッチとかあの特殊召喚していって、これなんとね、スキルでクリボールサーチして、ウィッチでスカルマイスターサーチとかできるんで、ダークエンドとかレッドデーモンズドラゴンをあの特殊召喚しておきながら、手札にクリボールとスカルマイスターをサーチするとかできるんですよ。マジで強いんですよ、この手札誘発をサーチっていうのが。これをね、ぜひね、皆さんご覧いただきたい。で、あとはまあ、汎用札ですね。月の書とか、コズミックサイクロンとか。これ、コールリゾネーター来たらもっとぶっ壊れるから、しかもこんなにウィッチとか入れなくてもいいかもしれないしね。なんで、今すぐにこのスキルは取っておくべきだな、というふうに、私は思いますんで、皆さんもぜひね、取ってください。さっさと。で、さっさとね、コナミさんはね、コールリゾネーターよこせ。デュエル、スタンバイ。さあ、これね、早くコールリゾネーターが欲しいって言ったところですね、本当にね。コールリゾネーターっていうハミーハーピオケン、あのね、リゾネーターをね、あのデッキからサーチ3制限についてね、ぶっ壊れサーチカードがあるんですよ。調律みたいな、あのエレメンタルヒーローでいうとこのエマージェンシーコールみたいなあのカードがあるんですよ。リゾネーターサーチっていう、マジでそのカードが早く欲しいですね。新パックにあるらしい。このハンドル事故ってないって結構すごくない？このハンドルね、事故ってないんですよね、このデッキ。なんて言ったってね、スキルがあるんで、あ、強そう。ヒステリックサインも発動していく。なるほど、ヒステリックサインの効果で、墓地の万華鏡を回収していく。なるほど、いいだろう。で、さらに万華鏡も発動していく。ハーピーの羽休みは入ってないやつか。これ何やってるか、やば、3姉妹2体すげえな。3姉妹2体すげえな。はい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 、フォトンストリークバウンサー、なるほど、フォトンストリークバウンサー、これなんかこの盤面強くね。レッドリゾネーター来た。ですね、これはだから、とりあえずですね、まず月の書打つ、月の書打ってハーピー横にして、で全部横にしてレッドデーモンでぶん殴りましょう。全部横にしてレッドデーモンってぶん殴る。レッドデーモンズドラゴンのパワーを見せてやる。そしてスキル発動、デモンズレゾナンス。
戦い方。手札にリゾネーターモンスターがある場合、リゾネーターモンスターを相手に見せつけ、そして手札をじゃあ戻し、悪魔族モンスター一体を手札に加えることができる。ちなみにこの効果によってクリボールとかも持ってこれるぜ。スカルマイスターとかも持ってこれる。レッドリゾネーターを召喚、レッドリゾネーターのモンスター効果発動。手札から悪魔族モンスター一体を特召喚、ワイルドワインド、そしてレベル4のワイルドワインドにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。なんだっけこいつの召喚工場。エンマを呼び起こす道を照らし出せ。そしてレッドライジングドラゴンの効果発動、墓地のレッドリゾネーターを特殊召喚。レッドリゾネーターが特殊召喚に成功した場合、フィード上のモンスター1体の攻撃力分のライフを回復する。そしてレベル6のレッドライジングドラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。シンクロ召喚、王者のことを今ここに列をなす。天地冥土の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデレモンズドラゴン。ちなみに新パックではスカーレットノバドラゴンとクリムゾンリゾネーターも来るらしい。レッドデーモンズドラゴンデッキ始まったな。そしてカードを1枚セットしてバトルフェイス、アブソリュートパワーボース。レッドデーモンズドラゴンは攻撃宣言を守備表示モンスターを攻撃した場合、フィールド上の全ての守備表示モンスターをぶち殺すことができる。なんて強いんだ。そして墓地にはレッドリゾネーターが存在しているため、俺のトラップカードシンクロコールによってなんと相手ターンにシンクロ召喚ができる。これがアクセルシンクロってやつか。違う、相手ハンド2枚ですね。相手ハンド2枚はもうほとんど何もできないんじゃないでしょうか。まあ、パフューマー引いて、まあ、あのハーピー SC か何かを出すみたいな、まあ、そういうパターンですけども、まあ、あの打点がね負けてるんで。さあ、カード1枚セットぐらいで終わりましたね。疲れました。来た、なるほど、結構強い。そして墓地のワイルドワインドの効果発動、このモンスターは墓地から除外することによってリゾネーターモンスターを一体と、手札に加えることができる。まあ、リゾネーターっていうか1500以下の悪魔族チューナーを手札に加えることができる。そしてレッドリゾネーター、これ点火シーだろこれ、レッドリゾネーターを召喚、レッドリゾネーターのモンスター効果っていう。だからレベル4からモンスター一体を特殊召喚できる。これによってスカルマイスターを特殊召喚、レベル4のスカルマイスターにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。こっちですね。こちらに黒木森のウィッチとか巻き込んでると、あのコーラルドラゴンでバックワンに行きます。行け、レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴン進行召喚に成功した場合、墓地のレッドリゾネーターを特殊召喚、レッドリゾネーターが特殊召喚に成功した場合、フィールド上のモンスター1体の攻撃力分のライフを回復する。これが OCG にも対応できる最強ライフ9100。なんて強いんだなんて強いんだ。そしてレベル6のレッドライジングドラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。新規の召喚、お前誰やねんモンスター、ダークエンドドラゴンを新規の召喚。このままバトルフェーズに移行させてもらおう。バトルだ。さあ防がないとお前のライフはゼロになるって。大丈夫か、ユーマ君。さあこのままだったら死にますよ。さあ行け、アブソリュートパワーボース。誰が元キングだ。この盤面今でもキングだろ、因果切断。甘いぜ。ドラップカードシンクロコールを発動、シンクロコールの効果によって墓地のリゾネーターモンスターを一体特殊召喚し、そのモンスターとフィールド上のモンスターでシンクロ召喚を行う。廃山冥道がどうのこうの。廃山冥道、山を裂き地の炎とともにその身を晒せ。シンクロ召喚、エンマ流レッドデーモンベリアル。うわあ俺は超えていくだけだ、運命になど左右されぬ。なんて強いんだ、最強だ。これが俺と。さあシューティングスターロード、相手にとって不足はねえ、相手にとって不足はねえぜ。カードを一枚セット。まあ、ちょっとリゾネーター来てねえからあれだけど、リゾネーターコールリゾネーターがねあれば、まあ、ちなみにこのスカルマイスターっていうモンスターね、なんとね相手のジャンクコンバーターの効果を止めることができる。それはいい。墓地からね蘇生するっていう効果はあれ墓地で発動してるんで、スカルマイスターでなんと止めることができるぜ。さあジャンクシンクロンを召喚してくるだろう、いいだろう。ジャンクシンクロンを召喚、そしてジャンクシンクロンの効果によってジャンクコンバーターを蘇生。5シンクロはいい、それはいい。チェーン1だもん、ジャンク、ウォーリアーの効果。
チェーン1チェーン2だから始められるわ。ジャンクウォリアーが特殊召喚されていく。そしてジャンクコンバーターの効果だろ。分かってんだよ、ジャンクコンバーターの効果なんてな、スカルマイスターのここで止めてやんだよ。これでお前の展開は止まるはずだ。ブレー、よし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 、スカルマイスター強いぞ。スカルマイスターが最強、殴ってもいただける。まあもうこれは受けよう。これでどうしようかな。とりあえずリゾネタか、リゾネタですね。リゾネタで展開していきましょう。で最悪クリボール戻す、最悪クリボール戻す。めぐるあるしね。ターンエンド、さあ俺のターン。ドロー、あ強いね強いね。これスキル使う必要ねえな。レッドリゾネーターを召喚。レッドリゾネーターの効果発動、黒き森のウィッチを特殊召喚。そして黒き森のウィッチレベル4、レベル2のレッドリゾネーターをチューニング。もう一回これスカルマイスター持ってきてたら最強なんじゃねえ。で意外は最強だ。レッドライジングドラゴン、そしてレッドライジングドラゴンのモンスター効果と黒き森のウィッチの効果発動。これなチェーン順番逆だったからな。レッドリゾネーターの効果も発動したんですけどね、チェーン1でねウィッチ発動しちゃうんでこれタイミング逃すんですよね。はい、でレベル6のレッドライジングドラゴンにこれだけんだな。あれですよね、墓地にチューニングダムが落ちてたんで、これで対象を無効にしてくれたら嬉しいなみたいな感じですね。でレッドダークエンドドラゴンの効果発動、ジャンクウォーリアーを墓地に送りたいという効果を発動する。チューニングダム使ったら、攻撃力が、下がらないので、そのまま投げましょう。はい、 OK です。でシンプルにこれでぶん殴っていく。これ使ってくれたのは熱いな。チューニングダムが本当に強いんだよね。ガムポイ捨てしてさ耐性与えてくるんで、出てきたシューティングスターとか対象に取れないんですよ。でちょっとですねそれが大変だったんですけども、まあ、今使ってくれたんで。ジャンクコンバーター効果、はい、またジャンクシンクロか、いいぞ。先ほどサーチさせていただいたスカルマイスターの効果、何厳重機おらいよ。ほう、これやべえ、展開力ご利用されるか。あいつつらいな。ジャンクデストロイヤー、これクイックロンあんのかな。これクイックロンあるとクイックロンオライオンで、あでもクイックロンオライオンあったらクイックロンオライオンがやってるかな多分。どうだろう、まあでもあーっていうだろう、チューナーの数になるか。でオライオン効果、なるほど、オライオン効果除外すると厳重機が出てくるんだね。っていうだから多分まあオライオンでしょうね。オライオンを召喚、いいでしょう。で3と2でシンクロできるやつがあと入ってるか、まあ、ジャンクウォリアー以外だと、あ武蔵とかね入ってますよね。で武蔵攻撃表示、謎の攻撃表示、煽りか。なんで攻撃表示で、オライオン効果回収していく。でこれで召喚権まだ使ってないもんね。まだ召喚権使ってない、恐ろしいな。まだ召喚権使ってない。これで召喚した、なるほど、召喚した。5252いいよ、52。ブラックローズドラゴン飛んできたら結構やばいけど、まあめぐるがあるしクリボールあるんで多分耐えれるとは思う、多分ね。ターン終了、あなるほどね、それでそれセットでよくないそれ。なんで攻撃表示、なるほど。スカルマイスターは強そうだな。スカルマイスター使ってあれですね、ワンキルオライオンは墓地で送られた場合、トークン出てくるんですよね。それスカイマイスターで止めればいいのか。でクリボールを戻せばいいから、ちょっと考えますね。これ多分いけるな。ダークエンドドラゴン効果、ダークエンドドラゴン効果で厳重機オライオンを墓地に送っていく。で墓地に送られた場合トークンが生まれるよっていう効果を発動するが、その効果はスカイマイスターの効果で止めることができる。さあどうする、ユース。てかこれね最終盤面ね、レモンどこ行ったってなるわ多分。これねもう一回ダークエンド出すんで、これ多分ですね、レモンどこ行ったってなりますこれ。レッドデーモンズデッキとはみたいな感じになりますね。だからこれを、スカルマイスターで止めて、そうやね、だから、これ止めて、はい、でトークンが出ませんでしたと。そしてスキル発動、デモンズレゾナンス、ケルダのリゾネーターモンスター一体を相手に見せつけて、そしてクリボールを戻し、
ワイルドワインドを手札に加えていく。そしてクリエイトフォースリゾネーターを召喚、さらにワイルドワインドを特殊召喚。ここがね、クリムゾンリゾネーターやったらめっちゃ強いんだけど、まあいいだろう。そしてレッドライジングドラゴンを特殊召喚。レッドライ ライジングドラゴンの効果発動、墓地のリゾネーターモンスター1体を特殊召喚。そしてレッドリゾネーターが、はい、神神ゲースカルマイスター最強レッドデーモンズドラゴン、どこ行った。さあお待ちの方、運命の人ね、ディオさんね、デモンズレゾナンスを、やべえ、弱え。これ早めにコールリゾネーター欲しいですね。でフォースリゾネーター戻して、まあこれはもうワイルドワイドを持ってくるしかないといったところで、リゾネーター召喚、レッドリゾネーター召喚、レッドリゾネーター効果発動、レッドリゾネーターの効果によってワイルドワインドを特殊召喚。そしてレベル4のワイルドワインド、レベル2のレッドリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚。赤き竜よ、閻魔を呼び起こすミス、照らし出せ。レッドライジングドラゴンの効果発動、レッドライジングドラゴンの効果によってレッドリゾネーターを墓地から特殊召喚。特殊召喚に成功した場合、レッドリゾネーターのモンスター効果発動、フィールド上のモンスターの攻撃力分ライフを回復。そしてレベル6のレッドライジングドラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。王者の鼓動がどうのこうの、過去大嘘。ダークエンドドラゴンをシンクロ召喚。あのね、ダークエンドドラゴンの方が強いのよ残念ながら、残念ながらね、ダークエンドドラゴンの方が強いっていうね。正しき運命、昭和の方だ。出た、結界聖眼か。なるほど、結界聖眼もなかなか強そうだな。今の目覚めの戦列が取り上げられましてね、結構目覚めの戦列か銀龍かが取り上げられまして、簡単に精霊竜を出すことができなくなりましたんで、目覚めの戦列やべえ、強い、なんて強いんだ、やべえ。オルタナティブに今耐性はね、何にも。まあこれはどっちにしてもレッドデーモンズドラゴンを出していても同じだ。シンクロコールを引いてない俺が悪い。これに関してはちょっと先行と後攻で要求される札違うっていうのうざいですよね。やばい、来たー、オルタナティブ来たー、オルタナティブ来たー。まあこれ破壊されるのはしゃあねえよ、もう破壊されるのはしゃあねえ。結界、なるほど、チューナーいんのかな。これチューナーいたら終わるか。終わりでもねえか、別に終わりでも、あ、でも結構終わるか。ワイルドワインド、モンスターを特殊召喚。シン、いやー、これ破壊しといた方がいいのかな。ランク8されるもんね。ランク8はそれはそれで鬱陶しいから、オルタナティブだけに取得説あるな、これ。でこうしといて、ランク8がランク8とシンクロか。ランク8とシンクロっていう劇的にヤバいムーブがされるんで、今のドラッグオンバーメニオンとさっておしまいみたいなね。あー、危ねえ、オッケー、これ耐えたんじゃない。ギリギリ一応生きた説あるよ、これ生きた生きた生きた、多分。あ、あれやべ、いや、でもこれでも耐えてる、これでも耐え、3000でしょ。殴られて400、3400だから大丈夫だ、耐えてる。5100あるし、ライフ任せろ。これで、ワイルドワインドの効果通るから、ドラッグルーヨン、ドラッグルーヨン、ドラッグルーヨン。説明しよう。ナンバーズ46、新鋭竜ドラッグルーオン。ドラッグルーオンの効果は、オーバーレイユニットを1つ使うと、相手フィールド上のドラゴン族モンスター1体をパクることができるのである。なんて強いんだちょっと待って、あ、ちょっと待って、え、え